もう一回ミスしたけどもう取り返せない。はい、どうもアリーファイト。やっていきましょう。ゲットジェム好評発売中。はい、最初はグーじゃんけんファイ。どうぞそっちから。ハンドザフラッグ。よし。チャージ&ドロー。あ、いいカード分かんない。互角、あのトリプルデッキからの改造系か。はい、やばいね、手札荒れてんな。コール、はい、いる。なるほど。こいつは、もう一人互角がいれば、打撃力1プラスです。4になるの。やべ、はい。アタックフェイズ。はい。3点。受けた。タンドです。ドロー。やべえな。ガチやべえな。チャージ&ドロー。うわ、ひどいぞ、手札が。どうしよう。うわー、ひどい。どうしよう。これ何も出さない方が強いんじゃないかな。じゃ何も出さない。じゃファイナルフェーズ。え、超絶命令。なんか設置される。きついわ、でも。なんか入れる。なんか入れる。何が入ってんだか。なんだろうね。はい。ハンド。で終わりです。何もできず。スタンド。これは弱いぞ。ドロー。ただまあセンター残したから武器がね。チャージ&ドロー。コール。はい、でこちらが4になった。4になりました。やーべー、死ぬ。アタックフェイズ。アタックフェイズ。じゃあライフ1払って。ヘビにらみ。ヘビにらみで、この4の方。3点。そいつ3なんだぞ。あー死ぬ。受ける。はい。大丈夫です。死ぬ死ぬ。ドロー。うわ、何これ。ひどいよ、手札が。チャージ&ドロー。お、やっとドロスを引いた。コール。じゃあ、5カット。1ゲージ払って、忍法を捨てて、2ドロー。忍法を捨てて、2ドロー。しょうがない。あー、く。引かない。コール。はい。カゲロの術ソウルイン。はい。コール。効果使わない。脈落ちてない。これが事故ってるっていうことなんだよね。で、1000上昇してるんで、みんな1000ずつ上がってるよ。はい、今は4000届くね。こっちだ。はい。よいしょ。こいつも小さいね。バシ。よし。じゃあ1点。行きます。受けた。じゃあ、ヒットしたとき、ゲージが増えるよ。なんだ。ドロー。はい、今、被験が使える状態。気をつけろ。何が被験なのかわからない。うん、チャージ&ドロー。いつでも引き抜く準備はできてるからね。シャキン。こういうイメージだね。シャギーン。よし、ゲージに払って、コール。コール。ちょっとでかいの。でかいですね。で、墓地に、あ、今は6分に5分、3枚以上あるなら。なるほど。今は互角が 4種類。打撃プラス1の2回攻撃ということです。貫通はない。貫通は5種類なんでまだないです。じゃあ2回攻撃の打撃プラス1。うわ、でっけえ、やべ、死ね。アタックフェイズ。はい、ただソウルガードがある。貫通がないから、そこはうまかった。
貫通だったら死んでた。これ強いな。試練にアタックですよね。これでドローが立たれた。スタンド、はい、うん、これは悩むところだね。どっちでもいい、いいというの、うん、次こいつどかしたいなら、まあこのソウル、ただこれは月影だから白夜が出ると俺はあの大きいモンスターが出せるところはある。これ悩むね。月影にアタック。来た。チャンズです。エンド、エンドロー。おお。来てますね。やろう。ジャラバー、ジャラバー、チャージアンドドロー。なるほど。あーそっかー。じゃあコール、コール、はい、1ゲージ払います。はい、1ゲージ払って死んだったい。うお、光神丸。さあ7000でかいで、こいつの効果で1000バンプ、さらにデスメージで1000バンプ、9000アタック。デスメージアタック、どうしようかな、うん、じゃあ、うん、破壊します。なるほど。スタンド、じゃあ連携3点。3点シャキン連携3点、それからの借金受けます。受けた。そうかそうかジョロー、ただの煽りかもしれないよこれチャージ&ドロー。うーん、今にやってくる。やっぱこれは楽しい。裏向きで見えないカードで煽る。ただ俺貫通出されるときついってなるな現状。この手札でどうやるのか。なんだろう。手札もたんまりあるからね。何らかの突破策はありそうな気がする。ここはターンエンド。エンド、温存ってことは盾とかが多いのかな。手札ドロー、チャージ、うん、チャージ&ドロー。うん、これはじゃあまず連携3点。3点もう使う。テスト使う、使った時3ゲージ星砕きで3ダメージ、そして3点が通って。ありがとうございました。使うしかなかったの。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと罪よ。